88夜の茶摘み風景88夜は雑説の一つで立春を起算日として88日目にあたる。もともと大陰歴をベースとしている日本の旧歴では歴日と季節が最高で半月もずれるため太陽歴をベースとした雑説として起こり広まったものである。21世紀初頭の現在では平年なら5月2日、ウルード市なら5月1日である。 数十年以上のスパンでは、立春の変動により5月3日の年もある。88夜の別れ時も、88夜の泣きそうなどと言われるように、遅じもが発生する時期である。一般に下は88夜頃までと言われているが、99夜の泣きそうという言葉もあり、5月半ば頃まで泣いても泣ききれないほどの大きな遅じもの被害が発生する地方もある。それ以上に、 旧暦では、歴日と季節が最悪で、半月もずれることから、農家に対して特に注意を喚起するためにこの雑説が作られた。八十八夜は、日本独自の雑説である。この日に摘んだ茶は、上等なものとされ、この日にお茶を飲むと長生きするとも言われている。茶の産地である、埼玉県入間市さや山市、静岡県京都府宇治市では、新茶のサービス以外に、 手もみ茶の実演や茶摘みの実演など、一般の人々も参加するイベントが行われる。ありがとうございます。